こんにちは、お久しぶりです。今日は科学を勉強します。前半は教科書をノートにまとめます。後半は諸先生方の動画を見て授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。今日は勉強の後に楽しみなランチタイムがあります。今日は同素体を勉強しました。硫黄の同素体には斜方硫黄、単斜硫黄、ゴム状硫黄があります。リンの同素体には黄リンと赤リンがあります。同素体とは同じ元素からなる単体で、性質が異なるもの同士を同素体という。他には酸素と炭素があります。今日は同素体を勉強しました。休憩時間はコーヒータイムですね。コーヒーを入れます。こんな感じです。皆さんコーヒー好きですか？コーヒーはたまに飲みたくなりますね。うん、いい匂いですね。うん、美味しい。すっきりします。このカップ可愛いですね。猫ちゃん、ビリーおじいさんは猫大好きなので。猫は飼ってませんけど昔飼ってました。その猫は13年間生きましたね。今は飼ってないです。猫、これ後ろですね。たまに猫ちゃんうちのベランダに遊びに来ます。今度機会があれば撮影しますね。可愛い猫ちゃんですよ。後半は諸先生方の動画の授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。
勉強の後は楽しみなランチタイムですね。今日はナポリタンスパゲティとピザですね。サラダです。ナポリタンスパゲティ、たまに食べたくなりますね。ピザはこんな感じです。いろんなピザが入ってますね。例えばマルガリータとかポテトピザ。あとは健康にいいサラダですね。レタス。いただきます。ナポリタンスパゲティ、たまに食べたくなりますね。こんな感じです。うん、いい感じです。グッド。サラダも食べます。たくさん食べましょう。ポテトピザ、こんな感じです。美味しいです。たまにピザも食べたくなりますね。スパゲティ。美味しいです。今日はちょっとすっきりしたいのでコーラで合わせます。うん、すっきりします。ソーセージ入り。マルガリータですね。うん、もうまい。ふっくらパン生地です。チリソースを投入します。うん、ちょい辛ですね。スパゲティにもかけますね。うん、チリソースのちょい辛アクセント、いいですね。すっきりしますね。マルガリータ、チリソースのアクセントが効いてちょい辛で美味しいですね。うん、100% オレンジです。おじいちゃんの時代はディスコっていうものがありまして、みんなで踊るとこなんですよ。ガンガン音楽なって結構みんなで盛り上がりましたね。ディスコ知ってる人いるかな。おじいちゃんの時代は遊ぶところがあんまりなかったんですね。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。